モーリス・ケクラン・ケクランによるエッフェル島の素描。1884年頃、モーリス・ケクランはフランスの構造家、技師。エッフェル島の構造の立案者である。アルザス地方オーラン・ケンブールに生まれ、ニュルーズの理セを卒業した後、スイスの中立飛行科大学で図式生理器学の開発者であるカール・カルマンに学んだ。その後、東鉄道会社の技師となった。 1879年にエッフェル社の鉄骨構造物研究部長となる。1886年2月27日には、スイスのベベイでエマ・ロシエと結婚し、後に6人の子を設けた。技師のエミール・ヌーギエや、建築家のステファン・ソー・ウェストルと共に、エッフェル島の設計案や鉄骨構造の計算に協力した。その後、ギュスターブ・エッフェルの後を継いで、 ルバロアベレ鉄骨構造物建設会社社長、エッフェル社社長に任命された。また、エッフェル島の構造特許は、エッフェルに買い取られた。ケクランが携わった仕事は、エッフェル島の立案の他に、ガラビ橋、フレデリク・バルトルディによる自由の女神像の骨格の設計、実現はしなかったが、ユングフラウ鉄道の計画などである。1946年に、スイスのベトウで没集した。 結欄が手掛けたエッフェル塔設計図面は母校の絵図に飾られている。なお、レジオンドヌール勲章のオフィシエ賞を受賞している。ありがとうございます。